はい、それでは始めていこうと思います。臭いイコールうまい富士津キッチン、イエーイ。まあ、あとね、はい、うますぎてびっくりしちゃうから、ね、ちょっと服装にちょっとなんかあんの今日何その服装どうしたって。あ、じゃあ寒いから来ただけで。あ、寒いから本日作るもの言っちゃっていいですか。もうどう、本日の料理は豚キムチ&ガーリックチャーハン&卵スープです。おお、中華ですね。ごめんも来てください。あ、お疲れ様です。あ、彼だった。あ、すいません、めちゃめちゃ個人的な相談なんですけど、弁護士の方って紹介してもらえないですか。なんとも言えない電話だった。弁護士を紹介してもらえない電話だった。やばい電話。なんかあったのかな。まあまあ俺らなんか毎回もうなんかいつだってなんかあるそんなのやるな。これ暇ってことか。暇なの。ワンユナできんのってことは暇旅出ていいっすか。あ、できないか。お、いいよ、できるよ。できるできる。片手で。さすがに。いや、さすがに。こうやれば。いや、さすがに。俺も仲間に言ってる。森山だけ。いや、なんかどうするか悩んでる今。じゃあ、ジャン負けして、うん、負けたやつが、うん、さ、カメラ。ま、回して、あ、そう、4人だもんね。あー、いいね。で、一番、まあ、それを目指して戦わないけど、一番スコア低かったやつが、うん、また回しに行くで。オッケー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 。まず最初じゃんけんで、じゃあじゃんけんでヒロト。じゃんけん。はい、こっしょ。ガーッ、一度死んで。はい、カメラマン。まあここ。電光石火で。いいじゃないですか。じゃんけん負けたんよ。なんでタクがカメラ持ってる、珍しいな。なんか、ランク戦したいからさ、うん、なんか、4人だとあれじゃん。3人ランクマッチやって。あー、そういうこと。そうユナイトから省かれたんですね。そう、今の電話中どんぐらい進んだの。え、何も進んでない。進んでなかった。なんか動いてるから、なんかやるのか。昨日田中が家に来なかったね。え、マジ。そう、日曜なのに。確かに。だからこれ。うわ、だからこそ来たんだ。田中いないとマジこの家誰も掃除しない。やばいね。一度なんか楽なのを知ってしまうと、うん、人は動けなくなる。動けなくなる。今、盛り込んでいく。あれ、おいおいおい、誰だ。チェンジ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 。誰誰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 誰。あ、もう行っちゃってるわ。あ、行っちゃったんだね。これはえ、せこくね。え、それなしでしょ。うわ、え、誰だった誰だった。まあまあまあ、いやー、多分だけど帰れる帰れる。それだってあんね、え、いや、さなぎなんだよね、こういう時は。あ、ちょ、一瞬かけます。いける、いける、俺いけるじゃん。ほらほらほら、これでさ、これでちょ、いけるこれでさなぎ。ちょっと待って、ちょっと待って、わかった。え、え、どうする。カビゴ、早くしろ、お前。負けても返せやん。負けても返せやん。あ、これやばい。さなぎの指示がない。オッケーオッケーオッケー。取ってくる、取ってくる。マジかよ。じゃあ上は俺中やろ。やっぱりお前だったか。うん、料理は結構されるんですか。ああ、まあ料理は結構しますね。あ、そうなんです、ね、はい、趣味なんですよ。得意料理とかっていうのは。得意料理みたいな。まあニンニクですね。あ、はい、料理ではないと。はい、ニンニクです。これが何グラムだったかわからないな。まあ3分の1ぐらいをこう移せば。ちょっとあれかもね、料理人がうちいるんで。え、何？あ、もしかして、うん、おしゃれ料理家のケツさんのこと。おしゃれ料理家。あー、全然ダメ。あんな人冠番組持ってるから全然ダメよ。やっぱね、うん、臭い飯作れなきゃ男は。おしゃれにね、バジルなんてかけてる場合じゃねえんだよ。いや、ケツさん、お疲れ様です。はい、そろそろですか。編集中ですね。あ、そんなことしないですよ。僕は普通に YouTube 見てました。はい、今日はなんだか上でですね、はい、藤本くんが料理をしていまして。結構興味ないね。結構興味ないっすね。さっきからずっと困ってるんで、いきますか。はい、ちょっと料理研究家。そうっすね、料理系 YouTuber としてやっぱやっていかなきゃいけないんで、はい、困ってるらしいな。あ、困ってないっすよ。困ってないっすよ。なんちゅう格好しとるやん、お前は。なんでジャケット着てんの。寒かったから。
どうしたんですか？なんか困ってる。フジジェがなんかまともに料理できないって。いや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 、込みが入った。何にも困ってツイッターで書いてた。え、薄力粉これ。薄力粉、小麦粉って薄力粉？小麦粉。え、小麦粉。え、待て待て、え。え、いいよ、待ってよ。リュウジさんの、うん、そう、俺最近気づいたことあって、リュウジさんの動画見ながら作れば誰でもうまい。そうだよ、この人は簡単に美味しいものを作ることを教える天才なんだ。そう、天才なんよ。俺もユナイトしたい。やってらんねえ、あんなやつの料理人が。ユナイトも混ぜてもらえないっすよ。なんで竹内さんのシャンプーはこんなとこに。僕が最近使ってるシャンプーっすね、これ。よく言ってる美容師の竹内さんが開発したらしいんだけど、でもこれ富士にやっぱ使ってほしいんだよな。何がいいかってハゲ防止らしいよ。あ、そうなの。使ってるかな。あとやっぱり実際お風呂入った後の髪のケアとかされてるんですか。あー、そうっすね。お風呂入った後の髪のケアっすか。たまたま聞いてる。髪のケアっすか。なんかいいのあったら。あー、僕が最近よく使ってるのはこれっすね。なんかどこのかわかんないけどヘアオイル結構おすすめ。なんかナルシストないんだよね最近うちに。え、あ、そうなんですか。ナルシスト宣伝すると思ったっしょ。毎回毎回そんなうまくないいかないですよ YouTube っていうの。リアルです。リアルで近くにあるものを使う、これがうちのルール。宣伝失敗したこれ作ってあとチャーハン作るの。そう、あと卵スープ。あとこれはもう炒めるだけ。美味しそうだな。そうなんですよ、これはだいぶうまい。料理はこんな感じですね。じゃあちょっと次はユナイトについてインタビューしていこうかなと思います。これっすか、決戦ユナイトっすか。ポケモントレーナーみたいな服着てますね。そうっすね、まあ形から入るの大事じゃないですか。なるほど。これもう画期的な e スポーツ。おお、もっと強い。こういう感じですね、はい、5対5で戦うゲームなんです。はい、はい、何が面白いかって、はい、まあ見ててくださいよ。練習か、練習か。ちょっとここから説明できないっす。なんか一人だけめくれてない人いるんですけど、誰このルカリオって人。モーリーヒーって書いてる。誰ほんとやめて。ほんとにさ、チームの輪乱さないで。そう、これめくれてないっていうのは一人だけランクが下ってことなんですね。毎回おられる、ここ。いや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 、ここから同時に並行して作っていく感じですかね。あー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 雑だね。それもちゃうちゃうちゃう。これは合ってるのか。なんか料理得意な人コメントお願いします。あ、ここ切るじゃない。あ、今回はケース君がチェンジですか。はい、じゃあごめんなさいね、なんか職務放棄しちゃって。はい、さじ1半なんだよ。なんだよ。こっちのセリフや。何作ってんすかそれは。あ、これ卵スープです。卵スープだ。あら、減ったんすけど。あ、ちょっと待ってて、こっからチャーハン作って完成だから。チャーハンも作るんすか。うん、相手の1番。あ、ケイスケ、昨日のワードは嘘だろ。昨日ワードあったの。昨日ワードあるよ。俺ね、覚えてないと踏んでる。え、100% まずそのやりとりも覚えてない。ちょっと言ってみて。じゃあ答え言うよ。うん、ちなみにこれ、あの、皆さんに説明しておくと、はい、ケイスケと一緒に飲んだ時は毎回あの、ベロベロの時に一個ワードを言って、これを明日覚えてるかっていうのを毎回チェックしてるんですね。はい、でそうすることで、あ、このぐらいになったらこいつはこのぐらい酔ってたら記憶がないんだっていうのを長年かけて把握するっていう試みなんですけども、はい、昨日のワードは金宮城中。あ、無理だ無理だ。え、全く覚えてない。全く覚えてない。オッケーオッケーオッケー。あのぐらいはないね、さすがに。やっぱり、え、昨日何が起きたのかも覚えてないもん。昨日はお前は解説して。まあとにかくベロベロで、なんか俺がこの女だけはないなって思っちゃう。もうケースを持って帰って。ああ、ちょっとがっかりしたよ。いや、俺も朝起きてがっかりしちゃう。だるかったっしょ。うんね。泣きそうになった。なんかなんでそうなったの。いや、なんか、え、お前食われたね。食われたの。お前食われたね。あ、そうなんだ。なんか、いきなり俺に、なんかね、私抜けるから荷物持ってきて。やばすぎだろ。持ってきて、お前知るかよ。持ってくな、持ってくな。持ってったの。いや、違う違う違う。で、いや、知るかよっつって。ああ、よかったよかった、うん、なんで食われてんだろう。
お前がいけそうな感じを出してるから。そうなんだ。ペン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 、誰でもいいよってしてるから。あーやばい、なんかちょっとテンション下がってきた。こいつだってなったんで。あーなんか辛いわ人生。どうしよう本当に。何やり始めた。お前朝絶望したんか。そうしたよ。ミスは昔よりもだいぶ選ぶようになったと思うけど、うん、なんかたまにやっぱり寄ったら、そうだね、判断ができない。なんか人数より、だって誰か分かってないんだもん。俺聞いたよね、あの朝もう一回ちょっと一回いただいとこうと思ってた時に、こう始まった時ぐらいに、あのさマジで名前なんていうの。2回目で多分アラジンの音をでかくする。ああそうだね、セックスする時俺ケスキに言いに行った、ちょっと銃下げてっていうか、あやめてくんね、昨日の話は。いや、そうだ、マジで気づかなかった。ちょっと気分悪い、気分悪いは言い過ぎた。感謝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 。でもなんか、なんかさ、食わないでほしいわ、やっぱごめん、やっぱ俺のことは食わないでください。さ、包丁の持ち方ってさ、こうするよ、みんなね。あー、なんか切らないように。そう、むずない。なんか猫にみたいにするんだよ。こんなんでさ、もうできないじゃん。だから俺はリスクを背負って料理をするとちょっと待って。おお、すごいんだよな、これ見て。長ネギなんですけど、みじん切りです。早く。あ、これに憧れてあの切り方したら。そうだよ。ちょっと質問があったみたいなんで、そのメモを読み返したんですけど、はい、タイダの生き残る方法っていうのを知りたがってる人がいるみたいなんですけど。タイダで生き残る方法。はい。むずいよね。いや、俺が今生き残ってるのは、うん、運ですね。やっぱ周りにちゃんとしたやつがいたり、あ、そのタイダで取り返しのつかないことになって自力じゃ脱出できなくなるのがタイダだから。なるほど。そう、そこで助けてくれる人がいたりとか。うん、だから今の状況すごい真面目に話してた。そう、まあ助けてくれてるんでね、彼らはね。あ、ウーバーイーツ僕も。おい、お前もか。なんかスマブラ始めたらしいんだけど、サクッとできるかな。うちにある二大娯楽。なんかやられた気がする。え、ルギアの。じゃあなんかスマブラが始まりましたね。おお。おお。おお。はいはい。こうなんですよ、皆さん。上でした。これで相手の心を折る。極悪キエスケの。いや、同じキャラ。同じキャラだ。同じキャラを使うことに相手の心を折るんです。おお。まずいまずいまずい。死ね。ブーン。うん、おーあーあー、危ない。あれ最強だ、うちで最強。あ、この家で、まあ、僕最強なんですよ、実は。おまだまだ、あれ痛めてはないの。あー、もうね長いぞ、これもうちょいで帰るぞ。いやすいませんね、でもね、1ミリも休んでないんですよ。ミスったら終わり。結構入れてんね、これ、うん、これ全部入れるでしょ、この真ん中が真ん中でしょ。玉ねぎどれも一緒なんだ。やばいかな。ちょっと減らす。いや、分からん。ちょっと減らすまである。ジロを超えてる。あ、先入れんだ。おら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 、こっからは戦いだぜ。ご飯入れて、ご飯入れて、行こう。すごい軽快なステップを踏んでます。なんか足。チャーハンだね、見た目は完全に。ケーケー、終わりました、できましたよ、あ、ダメです。温度があるんでね、あったかいの食べてほしいね、ママは。マジで遅い。10時半だと思う。また艶がって。最速で作ったんだけどな。最速。マジでマジで。じゃあ買い出しに行くまでの時間長かったよ。うっせぇな。たまれ。喧嘩してる。食べてくださいだろ。あれ、ごめんなさい。
うちの親。あ、手付けしなさい。おお、うまそう。うまそう。おお。全然少なくね。え、これ。うまいスイーツだな、これ。さすがに。これ足りんよね。足りないな。食べていい？いいよ、いいよ。いただきます。いただきます。いただきます。はい、いただきます。いただきます。どうでしょう。うまっ。うまい。うん、豚キムチうまい。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 こちら、豚キムチニンニク入り、こちらガーリックチャーハンです。うまい。お、ニンニク増し増しですね。嘘ニンニク入ってんじゃん。うまい、うまい、うまい、うまい。今、卵スープからいただくのが強いっすか。どんどん芝居ていきます。あ、うまい。どんどん芝居ていきます。お前、料理うまいじゃん。いいんじゃん。なになになにこれ、臭いものはうまいだったっけ。うん。臭いコールうまい。うまい、うまい、うまい、うまい。これ店で出てきても満足できる。うん、ね。いいね、お前毎日食って。うん、うよ。要望があった視聴者が次作ってほしいものをどんどんコメントに書いてくるんで。ああ、それを藤が作ってくれると、はい。うん、4人分作ってるとかすごくない？これ、1回のフライパンでこれ限界ない。なるほどね。うん、うん、お母さん大変だな。大変だ。大変、感謝だわ。毎日作ってんのやる。ね、ね、あんな時間かけてさ、うん、食うが朝すぐ食い終わってさ、うん、えぇ、ー、ってその後でリングでテレビとか見られるんでしょ。もし感謝だわ。残すしな。まずいそれ。普通にやってらんねえよな。食べきりなさいとか言われる気持ちわかるわ、うん、食べてほしいわ。料理するもんじゃねえよ。そうなる。そうなるんだ。楽しいけどね、作って、うん、うめえって言ってくれて。まあまあたまに。キッチンはやっぱ洗い物までやってくれるんですか。ん？さすが。それは料理はそう。少なくて。あ、いやなんか一応、ね。まあいいよいいよ。おお。いいよいいよ。おお。楽しめそうだ。洗い物も。うん。昔はあんなに嫌がってたのに。いいよ。お前大人な。俺がフルマラソンの効果なのかもしれない。あり得る。言われてからいよいよっていうまで何考えてたの。じゃんけん。迷ってたんで。迷ってた。じゃんけんとかだとさ、うん、ちょっとなんか空間もちょっと渋みが残っちゃうじゃん。だから、あ、確かに。二度と作んなみたいな。うん、いい感じだよ。ちょっと、つなげなかった。俺のウーバーだ。おぉ頼ってた。敵のタイミングじゃねえ。マジでうまかった。草うまだったね。期待集団、うん、3倍はうまい。俺のマジで、マジで。うん、ということで、スペシャルゲストを紹介しておきました。失礼します。え、誰でしょう。あれ、トモキです。トモキじゃん。ちょっと、仕事で近くまで来まして、うん、ちょっとお土産とか持ってたんで。なんかめっちゃ買ってきてくれてるよ。私、ね、来ました。ちょっとあとお酒も近くで。おー、ありがたい、ありがたい。ありがとうございます。ちょうど、手土産食わしてくんね。なんだろ、ウーバーイーツとか。撮影とかしなければお邪魔したいですって言って、はい、撮影中だけど、まあいいか。確かに、来ない方がいいです。いや、全然いいじゃん。お疲れ様です。あー、おいしいね。あれうまいやん。グレープリツァーか。あー、うまい。これ一番好きなんですよね。わかるわ。あ、飲みやすいね。うわ、てか普通に飯足りねー。作るよ。作ります。作ります。